アムロ再び。このアウド村はどこに向かうのだ。ヒッコリーへ向かいます。ここでダメならば次の手を打ちます。バンデンバーグの近くにもカラバの同志がいます。補給も必要ですし。ケネディ空港を襲った連中がスードリーで追ってくるとして、半日はかかりますかね。いや、もっと早いな。待て、各機は機内から迎撃。モビルアーマーだ。モビルスーツを出すか。もう遅いですよ。前方のハッチ開け。アウド村の腹に入ったまま沈むのかよ。ケタバキのモビルスーツとギャップランでは違うんだよ。私に乗って動きすぎたか。エネルギーがあるうちにスードリーと合流せ。また敵中だ。今度はケネディを襲ったやつです。早すぎる。さっきの出撃でライフルの整備ができていない。バズーカ装備で出て。カミーユ、アウド村の護衛が最優先だ。あまり離れすぎるな。宇宙人は空にいればよかったんだよ。
ウド村に当たる。なんだ、ここまでだな、エウーロ。全機撤退だ。ガンダム、マクツ、ご無事でありがとう。一年戦争終結後、ニュータイプは危険分子とみなされ、連邦軍の監視のもと空に出ることはできなかった。アムロ・レイもまたシャイアンに豪邸こそ与えられていたが、幽閉に等しい生活を七年間強いられていたのだ。そのアムロを勝つのやつ、よく連れ出してくれた。フラウたちも無事日本へ向かい、お腹の赤ちゃんも順調なようだが、会えるかどうか。追ってか、勝つ、行きます。何、勝つがマーク2で出たのか。カミーユはリックディアスで出てくる。マーク2は敵の攻撃を受け、桟橋の近くで座礁しているようだ。カツのやつ、勝手な真似しよって。2機出たようだが、私にかなうのか。なんだ、こんなことで。カツ、一人の身勝手な行動が部隊を全滅させることだってある。それは許されないことなんだ。脱出したあの敵のパイロット、誤解が生んだ想念が放出されたと思いたいな。気にする。地上は霧が深く、ミノフスキー粒子も厚い。これを利用して敵を撹乱できれば、時間通りヒッコリへたどり着くことができる。なんとしてもクワトロ大尉とカミーユをヒッコリーのシャトルで空に返さねばならん。カツもクワトロ大尉に預け同乗させることにした。空へ行くことはカツのたっての希望だったからな。アムロもようやく昔の勘を取り戻したのか、ヒッコリーまでの護衛を買って出てくれ、カツを乗せモビルスーツで出た。敵に捕まりました。降下だ。ただしヒッコリーには近づくなよ。ここまでだな。こういう時は機動性に優れたアッシバーの方が。カミーユ、気合がボケているぞ。クワトロ隊とカツ君は空へ返す。君はもう間に合わない。次のチャンスまでそばにいてくれ。
死に土産をいただく。うわっ、アッシュバーガー。神優、すまなかった。君を空にあげることができなかった。いえ、ありがとうございます、アムロレイ隊員。僕の方こそ命拾いさせていただきました。